こんにちは、大介です。今日は皆さんにご報告の動画ですね。トラベルバブルの効果が判明しましたというですね。こういった報告になるんですけど、もしも日本政府がトラベルバブルにですね、参加することができたら、日本がね、参加することができたら、変わることを3つ皆さんに報告をしていきたいと。 思いますというのもですね、直近でね、えー、オーストラリアとニュージーランド、この2つの国がですね、今月から隔離なしとこうということで、いわゆるトラベルバブルが実現した、そのエリアがですね、オーストラリアとニュージーランドだったわけでして、いろんな動きがですね、この門を開くことによって起こっているということで、続々とですね、ニュースが入っていますので、そんなオセアニアが今、どういう状況になっているのか、皆さんと一緒に確認をしていきましょうという回になるわけなんですね。ということで、まずですね、あのこの変化、3つ述べていくんで ですけど、早速一つ目からいきましょう。一つ目はですね、歓喜の声がね、増えると。 いうことななわけなんですよもう長い間、会えていないね、家族だったりだとか、友人だとかね、まあ、恋人だとか、いるわけですからね、まあ、僕と同じような感じでね、えー。ということで、これですね、歓喜の声が増えているニュースがですね、続々と入ってきているわけなんですね。こういった家族同士の再会であったりだとかね、おばあちゃんとお孫さんがですね、こんな風にまあ抱き合ったりだとか、恋人同士でしょうかね、皆さんね、こんな風に、えー、再会を果たしているということで、えー、このね、空港で待っている人たちなんか の様子もえ報道されているわけなんですねちょっとこの写真は、あの、皆さんね、マスクつけてないので、えっと、どういう状況なんでしょうか。あ場所によってねえ、まあ、いろんな差分はあるような気はするんですが、一つ目はですね、まあ、その歓喜の声が増えているということで、今、ニュージーランドとオーストラリアのね、このニュース、え2つの国のニュースを見るとですね、こういった待ちわびていた方々の様子をね、今、報道で見ることができるわけなんですね。ぜひ、これがですね、数ヶ月後のね、我々日本の未来だという ことを信じていきたいというわけなんですが、それでは2つ目の変化参りましょう。2つ目の変化はですね。 はい、えー、航空券が一時的に取りづらくなるということが起こります。すでにこれはオーストラリアとニュージーランドの間で起きているということで、例えばニュージーランド航空の初日のクライトですよね。オークランドとシドニーを結ぶ路線、もしくはオークランドとブリスベンの路線なんかもね、えー、そうらしいんですけど、発売開始後すぐに売り切れるっていうね、こんな現象が起きてるらしいです。クライストチャーチとメルボルンなんてね、路線も売り切れというね、ニュースが入ってるわけでして、たった数時間でですね、予約を始めて 数時間で数万人の方がねえブッキングをされたということで、えーまあ、すぐに、ね、売り切れるという現象が起きているようなんですね、えー、そしてこれから夏休みの期間にまた突入していくじゃないですか、34ヶ月経ってくるとですね、えーまあ、これから夏休みというシーズンに入ってきますので7月だとかね9月にはそのクイーンズタウンへのね、えー、オーストラリアからの旅行客ですよね、オーストラリアからニュージーランドなんかの旅行客に関しても増えていくっていうことが、まあ、予想されているということで、特に7月 のですね学校のホリデーシーズンっていうのは、まあ、より多くのですね、まあ、需要が見込まれていくということで、航空券がですね、一時的に取りづらくなっていくみたいなことがえ起きるんじゃないかということなんですよね。航空券が一時的にね、売り払われてしまうということは、これ、値段にも影響するわけでして、航空券代金がですね、上がってしまうんじゃないか、えこんな、あまあ、お悩みだったりだとか、あとはですね、えー、とお金を極力かけずにね、今後の海外とこうニューノーマルトラベルをこなしていくためのテクニックみたいなところを選していく。 時の動画で、えー、お話をしてますのでまだの方ぜひご覧になってみてください、えー、それではですね3つ目の変化ね、えー、このトラベルバブルをもし日本政府が受け入れたとしたら変わること3つ目参りましょう3つ目の変化はですねまあ、フライト便が増える これ国内線という話なんですけど、インターナショナルフライトもですね、まあ、予約が一時的に取りづらくなるみたいな現象がすでにオーストラリア、ニュージーランド間で起きているという話なんですが、これですね、入国をした後のお客さんがね、どこに行くかっていうことがまた重要になってくるわけでして、国内線の需要が復活してくるというわけなんですね。で、各国そうなんですけど、今、の入国制限は課しているんですが、その代わりにですね、国内の旅行、これをね、促進するみたいな動きは各国ともにある。 あるわけでして日本もね、ありましたよね。GoTo トラベルってことで、まあ今はね、この瞬間、あの、もうそれはもう止まっているわけなんですが、国内線はですね、一応あの、稼働をしている、感染症対策を並行しながらもですね、なるべく国内線の移動というのは、まあ最低限ね、ビジネスだとか、必要不可欠な移動というのは、あの、まあ行えるようになっているわけでして、日本もですね、今後そのトラベルバブルみたいなことが判断されるような時期があればですね、こういったその国内線の需要、国内の移動の需要というのも、コロナ前の水準まで 回復してくるということとが見込まれるわけなんですねというのも、すでにですね、このオーストラリアでは、このトラベルバブルを受けて、需要がですね、国内旅行に関しても一気に増えてきていて、コロナ前の水準まで回復してるなんてね、こういったあのニュースも出ているわけなので、えー、これはですね、あの意外と早い、えーね、影響の出方、まあ、これいい影響なんでしょうけどね、この観光業にとっては、えー、こういったですね、えー、と影響がトラベルバブルを開けて、まだね、半月も経ってない。 っていう時期になるんですかね、えー。オーストラリアとニュージーランド間でトラベルバブルが解禁された、えー、矢先にですね、えー、こういった国内需要に関しても、えー、非常に刺激がね、見、え、ら、ー、れている、この数字で見られているということになるわけですから、まあこれはね、意外にね、早くあの反応が出るんだなというふうに感じましたよね。ということで、もしも日本政府がですね、同じようにトラベルバブルをあの合意することがね、各国とできれば、えー、3つ変わることを述べさせてもらいました。歓喜の声が増えるという話。 航空券が取りづらくなるというね、これ一時的に取りづらくなるという話、そしてフライト便、国内線を含んでですね、フライトの需要が回復してくるというね、国内の需要が回復してくるという、この3つのお話をさせてもらいました。それでですね、これ、あの何もいいお話ばかりではないんですよね。実はですね、ニュージーランド空港の職員の方が、どうやらね、ワクチン接種済みの方だったみたいなんですけど、オーストラリアとトラベルバブルが開始された1日目にですね、この感染が確認されたという こことでででニュースになななっているわけなんんすね、えー、なんでこれねれお一人の方が一応感染がね確認されたってことなんですけど、えー、これだけですね、えー、ま大々的にあの騒がれてしまうというのはですねトラベルバル開始後あしかもオーストラリアとニュージーランドというのは非常にね感染者数っていうのは全体的に少ないエリアあ国ですからね、えー、とこういったことで、えー、少しでも、ね、1人でも感染者が見つかってしまうとしかも空港の中で見つかってしまうとニュースになるというですねこういったこともあるわけなんですね。せっかくなんでオーストラリア アストララとニュージージンドの感染者数を見てままいりましょう非常にね、これ少なくなっているんですよね。一時ピークをね昨年迎えたことがあったんですけど、直近はですね、えー、とどうでしょう、これ見てください。えー、と10人とか20人とか、言っても30人とか、えー、そういったあの人数がね、えー、デイリーの陽性者ということになるわけなんですよね。だから日本と比べると圧倒的に少ないですよね。ニュージーランドに関してもですね、同じような桁なんですよ。10人行かない日 とととかっっったたしてても24人とかねそういい数字にになななるわけなので非常に少ないとオーストラリアは確か人口が2000万人ちょっとでしたっけニュージーランドに至っては500万人とかってことで日本と比べるとねだいぶコンパクトな国ではあるんですけど、まあ、そうだったとしても人口比率を見たとしても日本よりは桁違いに少ない数をですね数に抑え込めているこれがオーストラリアとニュージーランドだということなんですね。だからこそトラベルルバブルが実現できたというわけなんです なんですが、えー、ここでですねではトラベルバブル直近で、えー、と行ったんだけども実は苦戦しているというですね、えー、こんなお話も舞い込んできたので皆さんにねお伝えをします台湾とパラオがですねトラベルバブル、えー、始めたんですけどねこれ確か4月からでしたっけ、えー、渡航がね始まったということなんですけどこれ苦戦中ということなんですよ。というのも旅行費用がですね高止まりしてしまっているという話と結局それによってですね、えー、とツアーに申し込まれるねこのお客さんが集まらないというね こういうあの事情があるようなんですね。いわゆるですね、管理型旅行と言われるタイプだと思うんですが、あの、台湾からですね、パラオに渡航したときに、えー、一定のですね、場所の中で、ある程度のね、待機を必要とするということでね、行動制限付きの、えーまあ、その観光客受け入れというわけになってるわけですから、えー、ある一定のですね、その宿泊施設だったり、まあ、リゾートに、ね、泊まるみたいなところは、まあ、検査費用とかも含めてかかってくるということになるので、えっ、ー、と、まあ、これをね、トラベルバー、 トブルとオーストラリア、ニュージーランドと同じようなレベル感、自由度におけるトラベルバブルとは呼びづらい。 ですけどもただね、ね、えー、こういったそのある程度やっぱ制限がかかって価格が高止まりしてしまうようなルールだとなかなかですね、えー、まあこの普及に苦しむということがあるようなんですよね。えー、ということで今後、ですね日本がトラベルバブルねすぐに始められるかというとだいぶ今ね厳しい状況だと思うんですがただ、一方でタイだとかねシンガポール香港、あと韓国台湾だとか各国のニュースを見ているとトラベルバブルを周辺国と結んでいくと。 というですねこういった検討が入っていたりだとか実際に交渉がですね走っている下手をすると日本の外務省とも交渉に入っているエリアが、えー、あっ たりするのかもしれませんのでこのですねムーブメントというのはいち早く掴みながら皆さんにご報告をしていきたいと思いますこんな感じでですね本チャンネルでは海外渡航情報ですね日々目まぐるしく変わる海外渡航情報ですねなるべくタイムリーに皆さんにお届けするということにまあ、僕自身で、ね、チャレンジをして見ているわけなんですねあとは日本に入国される方ねこれねもう本当大変な思いをされていると思うんですけどこのビザが発行ねできるのかどうか、えー、受け入国受け入れてもらえるのかどうか隔離施設どんな 検査は必要なななののかいいいいいいろんででですすすね情情情報報報が日日々移り変わっっっててててまままそううた本入国につもるべく最新とととこめあとは僕のね、彼女がいるフィリピン、これもですね、フィリピンに関しては僕特にね、注目している国の一つになりますので、フィリピン情勢ということで、特に力を入れて、皆さんにね、変化をご報告するというね、こんなチャンネルになってますので、もしこういったですね、情報が役立つよという方に関しては、チャンネル登録をして、また次回の動画でお会いしましょう。 大好きでした。